はい、おはようございます。 JR 大田石鈴木です。今現在ですね、こちら、はい、兵庫駅に来ています。はい、撮影日がですね、3月13日、はい、313という、ね、いい日です。で、撮影時間が7時20分ぐらいなんですがね、今回はですね、JR のね、この兵庫駅から分岐している和田岬線というね路線乗りに行こうかなと思います。そしてね、その和田岬線ではね、電化開業がですね、2001年から、はい、22年間にわたって主力車両で走ってきた103系っていう電車がいるんですがね、今度のね3月18日のダイヤ改正で引退することになってしまったんですよね。はい、なんでね、今回ね乗りに行こうかなというわけでね、この兵庫駅にやってきました。そしてね、今日はですね、青春18切符を使ってね、この旅やっております。はい、金券ショップでね、格安で手に入れた18切符で旅をしているところで、とりあえずまずはね、和田岬線ホームにね移動していこうと思います。ちょうどね、この横に見えるのが和田岬線ホームです。とりあえずね、ホームの方に移動していきます。というわけで、こちらがね、和田岬線の、はい、方なんですけどね、なんかおかしいですよね。乗り越し生産機、ここ兵庫駅ですけどね、なんでこんなところにあるのか。はい、実はこちらですね、和田岬線ってね、運転時間帯がね、かなり極端で、通勤路線としてのね、需要があるということでね、時刻表もこのようにね、昼間は全く運転されていないんですよ。はい、そしてね、和田岬駅にはね、もちろんね、そんなことっていうのもあって、改札もないわけで、はい、ここでね、和田岬駅、はい、出たということになるんですよね。もちろんですがね、反対側、はい、向こう側にはね、券売機もありますから、ここから和田岬線にこう、和田岬駅から乗って兵庫駅に着いたみたいな、そんな感じです。はい、分かってください。分かりたくなくてもね、分かってください。はい、こんな感じですね。はい、皆さん、これ見てお気づきでしょうかね。今日撮影日3月13日なんですよ。え、いや、お前じゃあ103系走ってんのに103系乗りに来たんちゃうんかっていう話ですけどね。今回私はですね、別に103系乗りたいからって言って来たわけじゃなくてね、あえてダイソー車両ちょっと乗りたいなと思ってね、多分ダイソー車両もなんかレアになるんじゃないかなと個人的に思ったんで、今回はですね、ダイソー車両とね、103系のね、乗り比べということでね、はい、やっていこうと思います。というわけでね、入場してきました。今日ね、撮影日が平日ということで、お客さんも結構人乗ってますが、鉄道ファンの人はね、多分いないと思います。あえてダイソー車両なんて撮る人いないと思うんでね、多分ね、こんなん書いてあってもね、なんやそれみたいな話だと思いますけどもね、はい、多分分かる人はね、かなり少ないんじゃないかなと思いますがね、普段水色の電車が来るのに、今日はなんか変な色の電車来てるやんっていう、まあ、それぐらいは分かる人いるんじゃないかな。まあいいや、早いことね、電車来るまでちょっと待っておこうと思います。はい、というわけでね、はい、ダイソーのやつがやってきました。いやー、久しぶりに乗るな。一つね、嫌な話があってね、友達とね、103系乗りに行こう言ってね、1日フリー切符みたいなやつ買ったんですよ。確かなくなったワンデーパスみたいな。それでね、よし103系乗ろう言ってね、和田岬線来たら207系あったんですよね。最悪でしたね。うん、その時はめっちゃ最悪でしたよ。はい、本当に何でも前なんみたいなね、本当そんな感じでしたね。というわけでね、207系がやってきました。はい、ちなみになんですがね、103系がね、引退したらじゃあ何が走るんやっていうとね、はい、207系が走るんですよ。意味わかんないですよね。ただね、207系は207系でもね、ちゃんと専用の207系がいてですね、はい、その専用の207系に置き換わるということで、もしかしたらこのダイソーも見れなくなるんじゃないかなと思って、はい、今日来ましたが、ちなみにね、ダイソー時は S 編成の、はい、3+3のね、6両編成で運転されます。なんでね、編成見ていただいたら分かる通りね、なんかすっごいごちゃごちゃしてましたよね。で、こちらですね、乗っていこうと思います。はい、普通幕っていうね、もう今はなかなか見れませんからね、表示器はね、何も表示していません。ただね、和田岬専用の 207KX1 編成はですね、ちゃんと方向幕も灰色で、はい、普通って書いたやつに和田岬って、ね、表示もちゃんと対応しています。まあ、そこら辺はね、ちゃんと専用車としてちゃんとやっておかんとね、さすがにこれだけで何が分かるかって言ったらね、分かりませんからね。2号車ってことぐらいしか分かりませんからね。まあ、とりあえずね、早速、はい、車内の方入っていこうと思います。ただね、行きはね、かなりお客さんが多いんで、とりあえずね、はい、カットしていきます。
そしてね、私はね、あの前のね、あの二更新車嫌いなんでね、更新だけど、こっちの方に乗っていきましょう。はい、1016番ですね。乗っていきましょう。お邪魔します。というわけでね、はい、和田岬駅に着きましたがね、ちょっと人多いんでね、あの人が空いてからちょっとあの撮影していきたいなと思います。というわけでね、ある程度人も空いてきたんでね、まあ、そろそろ撮影していこうかなと思いますよね。まあ、先ほど兵庫駅で言った通りね、はい、和田岬線のご利用の際はそのまま乗って兵庫駅でね、あの、まあ、この駅から乗ったっていう生産をしてくださいみたいな感じで書いてます。なんでね、仮にこの和田岬からね、兵庫駅まで行く場合はですね、和田岬で1回改札と、あ、違う、兵庫で改札通して、で兵庫で再度改札を通して出場という流れになるっていうね、なかなか面白いです。ではね、もうちょっとだけ待ちます。ではある程度人も減ったんで撮影していきましょう。ちなみにね、前2両、あ、違う、3両、前3両は S2 編成で分かりましたが、こっちも何やろうね、S15 編成か。今回のダイソーは S15 編成と S2 編成の連結ということで、まあ非常にいい車内ですね。見てください、こっちとこっちでね、あの同じ更新車ですがね、内容が全然違いますね。ではね、まずは新しい方の、新しいというかね、 JR 西日本がまだちゃんと豪華にやってた方の更新車の方を紹介していきます。車内はね、こんな感じです。通常の 207系です、はい、このようにね、シートがバケットシートに交換されて、照明がね、LED になっています。綺麗ですね、 LED は明るい、この先も明るくあってほしいです。そしてね、ここのドアのこのゴムっていうんですかね、このゴムがね、あの細いんですよ。で、このようにね、はい、なってます。そしてね、あの表示器なんですがね、表示器はね、対応してません。なんで号車の表記しかね、ついていないんですよ。はい、確か X1 編成はね、この表記も対応していたはずです。はい、運転台はね、はい、こんな感じです。はい、でね、乗っていきます。でね、続いてあの、うん、手抜き始めた更新車、車内はね、こんな感じです。内容は変わりませんがね、びっくりした、内容変わりませんが、まずね、こちら、はい、蛍光灯のままなんですよね。蛍光灯のままです。そしてこっちは相変わらずです。で、表座席もね、変わらずそして運転台がね、さっきと違うんですよ。まあ、一体なんでかっていうと、簡単に言うとね、こっちが普段先頭車になるんですよね。向こう側は中間車になるんで、あえて更新する必要がないということでね、このようになっています。まあ、車内障害こんな感じです。そしてね、ドアのこのゴムの太さですね、なんか全然違いますよね、さっきと。まあ、私はこのタイプめっちゃ嫌いです。なんか気持ち悪いですね。向こう走るのにね、こっち太いっていう。ただね、 LED 車内障害 LED のやつでもね、こういうタイプはいますから、別に全部が全部ね、こうというわけではありません。ただね、はい、あの、うん、やっぱ蛍光灯ですよね。あのね、この蛍光灯が台無しにしてるんですよね。せっかく綺麗に更新したのに、これのせいで二更新に見えるっていうね、あの障害も併発してますからね。今すぐちゃんとした更新してほしいですね。はい、いや、それ以上にひどいな蛍光灯は。蛍光灯悪く言うわけじゃありませんが、更新車で蛍光灯っていうね、めちゃくちゃ入れちゃうから。で、今のがね、回転橋って言われるね、船が通るときはね、この橋が回転するっていうね、あのそういう橋になっております。そしてね、この沿線にはね、あの有名なね、鉄道会社、違うね、鉄道を作ってる会社があるんですよね。はい、もう少ししたら通ると思うんですが、はい、もう少ししたら通りますがね、あまりお見せするのはよろしくないですよね。はい、こちらですね、はい、川崎重工業、まあ確かに名前変わったと思うんですけどね。はい、ここへのね、まあ、通勤路線だったりっていうのも兼ねてたりするんでね、はい、撮影するのはやめておきましょう。まだ撮影して炎上するのも嫌やし。ここですね、はい、川崎っていうね。で、ここがね、あの公衆走とかする際に使う線路です。そしてね、和田岬線っていうのはね、あの公衆走をする際、まあ、機関車の着回しとかあったりする関係で、あの公衆走ある日とか日曜日はね、あの西明石の車庫の方に改装されるというね。で、今回そのね、改装のシーンも撮影できたしていきたいと思っております。はい、
そしてね、普段ならね、この3両側の前に、こっち側にですね、4両編成が来るんで、あの転落防止策ついてますがね、3と3ということでね、もちろんついていますね。なんでね、このように事故防止ということでね、ライトをね、点灯させております。はい、普段ね、先頭になることがない中間車はね、このようにハロゲンライトのね、ままっていうね、はい、もうハロゲンライトは目に優しい定期です。そしてこっちはね、先頭車になるので、LED のね、ライトに変わっています。なかなかないですよね、こういうね、なんかこの、はい、転落防止策がね、なんか片方にあって片方にないみたいな、結構面白い形状でございます。離れてみるとこんな感じ。いや本当にこれ面白いな、本当に。ちなみに先頭車はですね、当たり前ですがね、あのアディだけのね、なっているっていう、なかなかです。皆さんこれがね、あの207系大掃除の駅の様子です。はい、多分103系なんてえげついぐらい人多くなるんでね、通勤路線が鉄オタの路線がわからないようになりますが、まあ、そんなに言ってる私もね、見に来ている以上ね、あの同じなんでね、あんまり言わないでおこうと思います。こんな感じで和田岬駅の歩みと書かれたね、はい、こんな感じで書いてあります、はい、こんな感じですね。まあ読みたい方はね、動画止めて読んでいただけると、はい、嬉しいです。感じで行って、こちらね、沿線でこんな感じに、はい、なっております。そしてね、こちら、はい、2001年ですね。2001年から電化化して、はい、103系に変更、はい、で2023年ですね、はい、103系から207系に変更とされるわけです。多分あそこには書かれないと思いますけどね、103系はある程度ね、人にして知れ渡ってると思いますけどもね、207系言ったところで何それってなると思いますからね。まあ、とりあえずね、次はね、ちょっと沿線でちょっと撮影していきたいなと思います。いや、それにしても、はい、ここですね。お、これちゃんとついてんねんな。で、時刻はこんな感じです。次ね、8時12分ということで、今8時10分ですね。なかなかの、ね、本数の少なさ具合。まあ、仕方ないんですけどね。綺麗な場所ですね。まあ、とりあえず今からですね、兵庫駅の方へ歩いて帰ろうと思います。まあ、多分電車待つよりもね、歩いた方が早いと思うんでね、だからね、兵庫駅まで買って、というわけでね、兵庫駅に戻ってきましたね。なんかこんな、はい、なんかラストランのね、なんか記念のラッピングじゃないですけどもね、ありました。はい、先ほど行ってきたね、回転のする回転橋かな、もう映っております。いや、すごいな。はい、18日ラストランということで、まあ、とりあえずね、今からはね、先ほどの207系は午前で終わりなんで、午後は103系での運転ということで、あれの回想をちょっと撮っていきたいなと思います。なんでね、まあ、せっかくやったらね、私が撮りたいと思ってる、はい、垂水駅にね、行こうかなと思います。はい、でもね、ちょっとトイレ行きたいね、トイレ行ってからね。はい、というわけでね、垂水に着きましたので、とりあえずここでね、撮影していきたいと思います。Thank you.
というわけでね、人乗りはエグすぎやろと思いますけどもね、もうそろそろね運転開始時間なんで、まあ、早いこと、まあ、今回の本命ですからね、まあ、乗っていこうと思います。車内の紹介ができるか分かりませんがね、まあ、7000の103系やと思っていただいたらいいです。もう、まあ、その7000の103系を知らない人はね調べてください。はい、車内映せそうならね映したいです。はい、映せるように頑張ります。あと他の人の、ね、迷惑にならんように頑張りたいですね。で、こちらがですね、和田岬線の103系 R1 編成ですね。はい、まあ、引退ということでかなりの人が、はい、乗ってますね。はい、ではね、早いこと車内の方入ってね、人が少ないうちにね車内に入って撮影しておこうと思います。この103系で結構原型保っててね、まあ、原型か知らんけど、このようにね、妻窓がね残ってるんですよね。はい、そして車内はね、こんな感じです。はい、もうね、妻窓以外除いては7103系とほぼ一緒です。はい、そしてこのようにね広告がねついててね、はい、和田岬線の、はい、103系が引退しますというね、こういう広告もついてる。最近の西日本ってやりませんから結構珍しいですね。一つやしてな、全然人少ないなというね、まあ、今回ここの号車でちょっと乗っていこうかなって思っております。そして方向幕はね、この普通兵庫和田岬っていうね固定幕となっています。いや、若干ちょっと待ってて、オレンジ見えてるやん。確かこれ元ね森の宮の103系やったんで、多分環状線で走ってたんでしょうね。おー、すげえオレンジが。1両ずつ移動変えようぜ。ここのね、モハ102の545号車とね、隣の号車、モハ103の何番か知らんけど、妻元がね、ないっていうね。お隣に関しても103系とね、奈良線の103系と一緒です。ここから、こっちは妻元あり、向こう側がなしというね。で、座席はね、普通です。みんな車体っていうか、顔を撮る人多いですけどもね、車内撮る人全然いないですね。まあいいや、ここでのんびりしておきましょう。広告をね、詳しく見るとこんな感じですね。正直な話、思い返せば22年前、私生きてませんからね。4年現在私19、今年でね、20歳になるんでね、はい、今年からお酒飲めるようになりますが、ね、この電車はね、私が生まれる前から走ってると。多分年齢で言ったらもう多分50歳ぐらいちゃうのかなと。いや、先週ね、このスカイブルーって色がいいですよね。今日はね、私はスカイブルーじゃない103系にも乗ってきましたけどね。というわけでね、もう駅から撮るのはね不可能だと思うんですよね、人が多すぎて。はい、もう正直な話、私ヘッドマークだけでも撮れたらいいと思うんで、もうね、さっきね朝の方に行ったあそこの場所でちょっとね撮影していこうかなと思います。はい、なるべくね明るい時間帯にね撮影したいんで、まあ、暗くなったら暗くなったでまた別で、とりあえず早いことね向かっていこうと思います。VCM 感謝感謝、またいっぱい乗りたいな。デリシャッ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 、敗者回想。おい、というわけでね、今回和田岬線のね新旧乗り比べということでやっていきましたが、ね、どうでしたかね。まあ、個人的にね、まあ、和田岬線走る2つの車両に乗ることができたんでね、まあ、それは良かったかなと思いますけども、なるほどね、撮影するものがちょっと多くてね、なんか疲れましたね今日は。それね、撮影外でもいろいろと乗ってきましたからね、まあ、今日はね家帰ってゆっくり寝れるんじゃないかなと思います。
はい、まあ多分ね、この動画が上がる時にはね、もうあの本当にギリギリか、それかもうね、103系引退した日か、その後かになると思うんで、ね、はい、まあなるべく早くね、動画作れるように頑張りますが、まあ無理やった場合はね、あの過去のものやと思ってね、見ていただけると嬉しいです。はい、というわけでね、今回、ここら辺で動画を終わろうと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。うん、今からね、ご飯食べに行こうかなと思います。はい。昼ご飯食べて夜ご飯。なんて豪華なやつや。いや、でもね、美味しかったらいいんですよ。美味しかったら、問題ないです。おい。この R1 編成も日本の高度経済成長期を支え、半世紀にわたり多くのお客様とたくさんの思いを乗せて走り続けてまいりました。本日の運行をもちまして通勤列車としての役目を終えますが、最後までたくさん系ご愛顧いただきますようよろしくお願いいたします。